こんばんは。だいたい日曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。さて今日はシリ・アスナ話題から取り上げていこうかなと思うんですけども、昨日ニュースになっていたんですが、韓国で日本人の女3人が逮捕されたんですね。容疑としては売春ですよ。観光と偽って韓国に入国していたんですが、実際には売春目的だったんじゃないかと。さらに売春を斡旋した疑いで経営者ら4人を逮捕したということなんですよね。ちょっと前に日本人女性が海外の入管で、まあ、その売春目的なんじゃないかということで勘違いされて日本に送り返されたっていうのがニュースになってましたよね。海外でも外国人の売春には警戒をしているわけですよ。そして今や日本人も警戒のやっぱ対象になってしまってるというのは本当に悲しいことですよね。日本のパスポートは世界一と言われています。ただちょっとこのまま行くとね、いや本当なんか悲しい話ですよね。日本人女性が海外で売春ってさ。でまあ振り返ってみると、まあ逆にそのね、昔って日本人男性が海外に買いに行っていたみたいなところあるじゃないですか。1970年代とかは日本人男性が退去韓国に、まあそういう意味合いで行ってたわけですよね。いわゆるキーセン観光で。それが今やですよ、もう日本人女性が韓国まで行ってそういうことやってるわけでしょう。このような性をめぐるビジネスということに対して朝日新聞は厳しいですよね。11日の朝刊を見ると、口論性売買買う側の責任はという記事があります。売春の客待ちをしたとして女性の摘発が続く。売買春は違法なのになぜ女性ばかり取り締まられるのか。買う側の責任、性売買をめぐる制度と社会の視線を考えるということで3人の論者が登場しますね。東京外国語大学のキム・プジャ名誉教授は、圧倒的なジェンダー非対称性に問題があるとしつつ、次のように指摘しています。売買法は1956年に制定されました。業者への処罰を革新とし、長く続いた交渉成果の人身売買を禁じた点に異議がありました。しかし売春は女性側の問題とされ、根本的な問題である女性の経済的困窮という社会構造は今も解決されていませんということなんですね。ただ近年だとこれ経済的困窮だけの問題ではないですよね。それこそ近年問題になっている立ちんぼだって、そのマスコミが聞き込みしたら、そのホストの売掛金払うためだったりするじゃないですか。ホストの売掛ってさ、それ経済的な困窮とはまた別ですからね。まあでも最近はホストクラブが問題視されて売掛の規制、まあ自主規制なんかを店がやってたりするわけですよ。まあでも売掛規制したところで現金持ってたら普通にシャンパンとか入れられるわけですから、まあ売春自体はなくならないんじゃないかなっていう気もしますけど。この記事ではフランスの元国会議員モード・オリビエさんの意見もあるんですよ。でフランスでは2016年売る側を非犯罪化し、買う側に罰則を課す売春処罰法を成立させましたと出てくるんですね。売るやつも買うやつも悪いと言うならわかるんですけど、売る側の非犯罪化ってさ、まあ確かにその騙されて売春をやらされてるみたいな人がいたとしたら、それはもう非犯罪化でいいと思いますよ。でもこれ日本の最近のケースで当てはめて考えてみると、じゃあホストクラブで借金作った女が売春しても非犯罪化なのかっていうことですよ。それはちょっとおかしいんじゃないですかね。で個人的にはもう両方罰したらいいと思いますよ。売る方も買う方もね。今その売春関連でっていうか、まあこれそもそも違法ですけども、まあ、梅毒が増加してるって話もあるでしょう。海外から病気持ち込んでくるような人もいるでしょうし、でそれがやっぱ広がっていくと、いや不健全ですよ。最後の一人は元性売買当事者の椿さんという方ですね。この方は詐欺にあって80万円の借金が消費者金融でできてしまったんですね。それで時給7000円のコンパニオンという求人に応募したら、いわゆるデリヘルだったと。なんだよこれ、募集と違うじゃん、ふざけんなよ帰るわってなればよかったんですけど、なぜか働いてですね、それでいて全然稼げないから債務整理をしたって言うんですね。とにかく私は被害者ですっていう感じがめっちゃ出てます。性売買は買う側と売る側の力関係に圧倒的な差があります。店のルールでは客は女性の嫌がる行為はしてはいけないことになっていましたが、罵倒したり女性が嫌がる行為をしたり暴力を振るったりする客もいました。女性には妊娠のリスクもあります。密室で肌を露出した状況で弱い立場にいる女性は客とは決して対等ではなく、性的同意は成立し得ないと実感しました。業界を抜けようと思ったきっかけは産婦人科の男性医師から、
あんたバカ?と言われたことでした。店のオーナーから稼ぎたいなら生理中も膣に海綿を入れて仕事したらいいと言われ、実践したところ取れなくなり困って受診したのです。客の中には妻帯者も教員も芸能人もいましたが、悪びれることもなく咎められることもない。一方で借金を背負って性を売る女性は医師にさえバカと言われる。あまりに理不尽で矛盾に満ちた世の中だと思いました。でもこの医師の発言こそが性を売る女性への眼差しなのだと痛感しました。確かにそのお医者さんひどいこと言いますよね。たださっきも言いましたけど、なぜ最初から断らなかったのかっていうことですよ。それこそ暴力を振るってね、普通にそれもう傷害事件なんじゃないですか。そういうのをちゃんと出禁にしないようなミスだったらっていうか、まあコンパニオン募集してこういうことやってるぐらいだから、まあ、あれな店なのか。でもそれだったら余計早く逃げなきゃダメだったでしょう。この椿さんという方は親に借金してて、まあ、相談できなかったということなんですけど、結局もっと状況悪くなってしまいましたよね。それでいて私は被害者ですみたいな感じ出すのちょっと違うんじゃないかなっていう。いや、そもそも詐欺にやったのは、いや、それはかわいそうだと思いますよ。ただこういうこと言うとちょっとひどいかもしれないですけど、まだ若い女性ってやり直せるんですよね。それこそこういうのってやりたくないでしょうけど、まだオプションは残してるわけですよね。一方で何ら救済もオプションもないのかおじさんですよ。最近も新宿タワマン刺殺事件がありましたよね。あれも加害者の男性は被害者の女性に相当入れ込んでいたっていう話じゃないですか。この件についてはサブチャンネルで、まあ、かなり語ったので、それをぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけど、まあ、ともかくこのおじさんっていうのはね、救済も同情もされにくいんですよね。そして一度、まあ、その持っていたものを失ってしまうと、その再浮上というか復活する手がなかなかありません。女性は救済しようっていう話になりますよね。まあ、ホストクラブの規制だったりとか、まあ、その売りかけについての議論だったりとかされるわけですよ。ただこのホストクラブの問題っていうのは、まだその女性が若いから、だから10代後半とかね、20代前半だから保護されるべきだみたいな意見もあるんですけど、おじさんはやっぱその対象外になってしまうわけですよ。かといって高齢者でもないんですよね。高齢者に対する卑劣なやっぱこう詐欺だったりとかも世の中にあるでしょう。そういう高齢者に対する、まあ、詐欺だったりとか、まあ、その犯罪行為だったりとか、その騙すようななんかこう意味不明のなんかしなくていい契約を結ばせるとかさ、そういうものに対してはやっぱりやめようっていう社会的な合意はあると思うんです。だけどおじさんに関しては高齢者でもないし若くもないしっていうので、もう救済も同情もされない、全てが自己責任で片付けられてしまうんですよね。確かにその新宿の事件でいうと、その50代の男性が20代の女性いけるって思ってる時点でちょっとどうかなと思いますよ。特にキャバクラとかガールズバーでガチになっちゃダメですよね。まあもちろん中にはそのお客さんと関係を持つパターンっていうのもあるとは思うんですけど、それは稀ですよ。基本的には思わせぶりな態度をとってお金を引っ張ってくるというのが常套手段です。それ分かってて楽しむなら全然いいと思うんですよ。まあ、小遣いの範囲内でとか。だけど潰しが効かないおじさんを必要以上にやっぱりその消耗させていくっていうのは本当に危ないですからね。頂き女子リリちゃんなんかもあれ本当捕まってよかったと思いますよ。リリちゃんの場合あれ相手選んでると思うんで、まあそういう危害加えてこないっていうもう睨んでるのかもしれないですけど、まあ、にしてもね、殺されても不思議ではない事件ですからね。おじさんは一度失うと何のオプションもなくなります。だからデリバリーおじさんとかないですもんね。デリバリーって言ったらもうウーバーぐらいのもんですよ。ですからなかなかその稼ぐオプションっていうのがねないんですよね。さっきも言ったように売春に関しては両方取り締まったらいいと思いますよ、男も女も。ただ現状で違法である売春からさらに飛び越えてですね、もうなんか AV を禁止しろとか、その性風俗産業自体を禁止しろみたいな議論に流れていくんだとしたら、それはちょっと違うのかなと思います。もちろん言うまでもなく騙して働かせるとかダメですよ。 AV もそれで問題になったでしょう。確かに被害者もいます。ただだからといって女性がみんな被害者なのかっていうと、そうなんでしょうか。朝日新聞は今回出てきた3人のようにやっぱその女性は被害者だっていう方向に持っていきたいんでしょう。確かにこの現状の社会、これ変えていかなければいけない部分だと思うんですよね。だけど極論に流れすぎるのも良くない。やっぱりね、おじさんとおばさんっていうのがやっぱこの社会における一番こう生きづらいこう世代なのかなと思うんですよね。さっきもちょっと触れましたけども、まあ若いかって言ったら若くはない、かといって高齢者かって言ったら全然違うじゃないですか。でやっぱその40代後半とか50代ぐらいの人って、その一般的に考えると一番しっかりしてるって思われる世代
だと思うんですよね。なんだけど同時にいろいろ抱えているのも50代なのかなと思います。それくらいの年齢になると下の世代の見方っていうのも変わってくるし、でその見られ方っていうのも変わってくるわけですよね。でやっぱもう50代くらいになるとなかなかね、その若い子からチヤホヤされるってないじゃないですか。でやっぱその心はなんかまだ若いままっていう人も結構多いと思うから、で一定程度お金持ってるでしょ。だからみんなねキャバクラとか行くと思うんですよね。でもそれが危ないんですよね。頂き女子みたいな人もいるわけですから。あとやっぱ中年だとロマンス詐欺にも気をつけないといけませんよね。これはもう男性でも女性でもそうなんですけど、ロマンス詐欺なんていうのもねありえない話なんですけど、恋は盲目なんですね。ということで、ちょっと今回この話で終わってしまいましたけども、なんかこのテーマ結構なんかつい喋っちゃうんですよね。はい、今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。